タイトルは最近自分で考える人に教えたいアプリ開発の勧めということで、お名前は柳原光と言います。よろしくお願いします。あ、すみません、ちょっと何回もよろしくお願いします。ですね、こちらの勉強会での発表はちょっと2回目になりまして、11月にドライトニングトーク会で一度させていただいたんですけど、その時は懇親会の時間でやらせていただいたんで、お酒飲みながらやってOK だったので、ビール片手にやってたんですけど、それでその反応で今日すごくめちゃくちゃ緊張してます。出しましょうか。ちょっと手汗が止まらないんですけど。で、じゃあ初めに、GitHub とか聞いたらこのような名前でやってるので、もしよかったらフォローとかしていただけたら嬉しいです。先に自己紹介始めさせていただきます。新卒でウェブデザインの開発の会、そしてウェブシステム開発の会社に入りまして、で今は2年目です。仕事はここから PHP が主ですね。で好きなものは、ドアキーパーのプロフィールにも書いたんですけど、漫画、旅行、西洋画とか美術館に行って絵を見ることが好きなので、西洋画だったり、服デザイン、三国志、先ほどのことです。で、Swift の勉強会なんですけども、最近がちょっと注目しているのは、WordPress の方がちょっと熱が入ってまして、最近ちょっとあまり Swift やってなかったです。こちらでもなんか Swift、WordPress の勉強会なんか開催されているようなんで、また機会があったら、こちらにも顔出してみようかなと思ってます。で、iOS 開発、をしているんですけども、自分で使う分には断然 Android の方が好きですね。表情に。で、アプリ歴なんですけども、Objective-C の方が、会社の仕事で約半年間、去年の4月からここ9月までやってまして、EC アプリを作りました。で、Swift は、4月頃からのプライベートでもちょこちょこでやり始めてまして、今、アプリ作って、2個目を作ったりしてるんですけども、この1個目が Apple Store に、この画像の通り、ピクトメーカーっていう名前で今公開されてます。ちょっと興味がある方は、ダウンロードしただけ、していただけると嬉しいです。で、本日の内容についてなんですけども、結構、前回来た時も感じたんですけれども、やっぱりそのアプリを作り始めたばかりで、右も左もわからない、X コードも落としたばかりですよっていう人もなんか多かったようなので、その割とありがちなアプリを作りたい意欲はあるけども、でも何を作ればいいかわからない、そしてわからないので、その勉強するモチベーションも保たないなんてことはないでしょうかということで、私はよくあるんですがで、アプリを開発するときに、自分がこれをやってみてよかったなとか、これでちょっと開発するモチベーションも上がったなと思った手法というか、策というかを、簡単に紹介していけたらなと思います。で、技術寄りの話もした方が良いのかなと思ったんですけども、この割と参加している人が多い中で、技術の話をするときすごい大変なことだなっていうことを感じてまして、例えばその言語の関数がどうたらこうたらを説明するのにも、やっぱりそれを前提を一からお話しして紹介していかないと、その聴衆の皆さんがなかなか分かりづらいかなと思ったので、あくまでそのアプリを開発する上での手助け的なものになれば良いかなと思います。で、どっちかというと、そのアプリ開発はその Swift だったり Objective-C を触ることには慣れてきた、もしくは初めてですけども、なんとなくその自分の作りたいアプリが見えない人とかの助けになれば幸いかなと思います。ちょっと技術的な要素は特にありません。で、まずこういう場合どうしようってことなんですけども、アプリを作ろう、でも作りたいものが思い浮かばない、どういうアプリを作ればいいかっていうのも全く思い浮かばない、やる気はあるがアイデアが浮かばないっていう時、もしくは例えばこんな機能、こんな UI のアプリを作ってみたいけど、なんとなく自分のスキルじゃ難しそうだし実現不可能そうっていう時、どうすればいいかなということなんですけども、そういう時、公開されているライブラリを調べて使ってみようということで、iOS というか、そういう人でも Objective-C でも使えるものなんですけども、その外部のライブラリっていうのがすごく豊富にあるんだなっていうことを
このアプリ開発始めてから実感してまして、まあ、そういうのを取り入れることももちろんいいんですが、そのライブラリのソースを読むことで自分の勉強にもなります。例えばそのこれからこの画像のライブラリは確かペーパースイッチだったかなんかそういうのだったと思うんですけども、そういうアプリの UI がいいライブラリとか見てると、まあ、使いたくなって例えばこういうのを取り入れてみたいなとか、そこからその自分の作りたいアプリの着想を得ることもあるかと思います。こういうアプリを作ってみたい、実現できなそうって言って、まあ、諦めるのは早いぞということで、案外その自分が実現したいなと思っているものに近いものがライブラリとしてすでに公開されていたりしますので、まあ、使ってそういうのを調べてどんどん取り入れていってもらえばいいんじゃないかなと思います。で、私の最近の秘宝なんですけども、その先に紹介しましたそのリリースしたアプリで、まあ、画像の編集をしているアプリなんですけども、まあ、そういう機能は最近公開された Adobe Creative SDK foriOS っていうのを使えば超爆速で実装できたことが判明しまして、すごいすごく悲しいっていうか悔しいです。ちょっと多分これちょっとネットから拾ってきた画像なんですけど、多分こんなコマはなかったと思います。ちなみに最近その自分が取り入れてみたライブラリなんですけども、ページメニューっていうやつで、まあ、タブメニューをタップしてそのスクリーンの切り替えというのは簡単に実装できて、すごい取り入れやすいなと思いました。仕事でその、以前オブジェクティブ C を使っていた時に、まさしくこういうようなものを実装しなきゃいけない機会がありまして、で私はなんか他のメンバーとかが使ってすごい苦心していたんですけども、まあ、これがあったら教えてあげたかったなっていう今更な感じですね。で次に、例えばいまいちその自分が作りたいアプリの画面のイメージだとか画面遷移するイメージが全くつかないよっていう時、どうすればいいかってことなんですけども、そういう時はプロトタイプツールを活用して、まずは画面イメージを作ってみることから始めるのがいいんじゃないかなと思います。アプリを作るぞってなった時に、まあ、私もすごいありがちなんですけども、いきなり X コードでストーリーボードを使ってなんか例えばコンテンツを配置してみたりして始めるんじゃなくて、先にその画面の作りたいイメージをしっかり固めてしまってから実装を始めた方がやりやすいんじゃないかなと思います。はい。で、そのプロトタイプツールなんですけども、例えば POP っていうのがまずありまして、プロトタイピングオンペーパー、ちょっと あ、すいません、はい、1じゃない、2線の状況なんです。じゃあちょっとそうさせていただきます。あ、こっちで。このた、あ、まあ、はい、何でしたっけ。このプロトタイピングツールのまず一つ目の紹介なんですけども、まずは POP っていうので、これはその、iOS とか Android アプリからも出てるんですけども、実際に紙にアプリのイメージ図を書いて、それをカメラで読み込ませてみて、そこから例えばこの右の図のようにタップする位置をこう範囲で囲って指定したりして、そこから別の画面のあるコンテンツに紐付けたりすることで、実際のその画面遷移を直感的に試してみたりすることができるというアプリです。で、2つ目は、前回発表した時もちょっとちょろっと紹介したんですけども、架空というもので、まあ、ワイヤーフレームとか画面遷移図を作るときに便利かなと思います。先に紹介したこの POP も架空もなんですけども、その複数人で同時共有して編集したりできるので、例えばその業務でアプリを作るときに使うんだったら、一番取り入れやすいものかなと思います。で、3つ目が Justin Mind Prototyper っていうもので、これは、ワイヤーフレームをかなり成功に作ることができます。この下にある画像は自分で今やってるものなんですけども、すごいちょっと、まあまあ、使い勝手はまあ全部、設定とかも全て英語で書かれてるとかもそうなんですけども、かなりちょっと自分的には使う難易度が高いかなということで、正直これを得得したら、ちょっとそりゃ、イラストレーターのお手のものっていうくらい、すごく扱いづらいんですけども、多分、使いこなせたらすごい素晴らしい、するだなと思います。
こういう今紹介した3つのものとかを使ってみるのもいいんじゃないかと思います。で他に自分が日常的にやっていることなんですけども、まあ、とにかくいろんなアプリを見て使って研究するということで、私普段使いはまあ Android なんですけども、まあ、Android は iOS 問わず、まあ、こういうこともアプリで実現できるんだなということとか、まあ、このアプリの UI がイケてるから参考にしようということを日々発見することで自分のモチベーションを上げると、まあ、すぐに実現できなくても、まあ、とにかく研究をして自分の引き出しを増やしておくことは大事かなと思います。でもうまとめに入っちゃうんですが、例えば何かアプリを作ろうでもなかなかアイデアが出てないなっていう時、まあ、世の中にすでに出ているものを、まあ、そのライバル外部のライバルだったりアプリを作るのに役立てられるツールだったりをヒントにしたら、まあ、意外とそんなに苦労せずにいいアプリを作れるヒントを得られるんじゃないかなという。そうですね、それでもう大体アプリとかってもう作られ始めてからもたくさんのものが出てるんで、あまり画期的なものとかって生み出すのはやっぱり難しい、もう頭打ち状態とかなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういう時にやっぱりユーザーに使われる肝になってくるのってその UI UX だったり、まあ、いかに簡単にその使えるものだったりいかに簡単に使えるかとかいうそういう話だったりすると思うので、例えばそのそれがすでに使われているライブラリとかだったりを自分で取り入れてみることも、まあ、その使いやすいアプリを作れたり、まあ、人に使ってもらえるアプリを作ることにもつながるんじゃないかなと思います。ですごい便利なこの男坂の画像でちょっと締めますなので、はい、すいません、ご清聴ちょっと短いんですけど、ご清聴ありがとうございました。